これからの日本の産業を活性化するためにはイノベーションが必要不可欠です。しかし一言にイノベーションを起こすといっても実現にはさまざまな技術的課題が存在します。イノベーションを起こすにはこの課題を解決しなければいけません。企業が一社で解決しようとしても必要な人材や知識が揃わなかったり資金が足りなかったりまた失敗した時のリスクが大きいなど実現には多くのハードルがあります。一社で難しければ企業同士で協力する方法もありますがライバル企業同士ではどうしても様子見になってしまい企業の持つ人材や技術が活かせません。また企業だけでは最先端の知識や研究開発の設備も不足している場合がありやはり実現が難しいのが現状です。こうした背景を踏まえ量子科学技術研究開発機構 QST は複数企業が参加し共同で産業界の課題解決にあたる仕組みアライアンス事業を開始しました。アライアンス事業では特定の分野において QST がグループの中心となり複数企業と技術的課題の解決に取り組むとともにその技術から最終的に製品やサービスを世の中に送り出す取り組みです。それではこのアライアンス事業の仕組みを紹介します。 QST ではまず研究領域ごとにアライアンス会を設置します。各アライアンスは大きく3つのフェーズで開発を進めます。第1のフェーズでは企業様に会員として入会していただきディスカッションを重ね開発目標と優先順位を決めます。第2のフェーズでは第1フェーズで決められた開発目標に対応し少数の企業と QST によりその技術を開発します。第3のフェーズでは第2フェーズで開発された技術などをもとに QST と企業が1対1で排他的な共同研究契約を結び個別の製品やサービスを開発し世の中に送り出します。 QST には最先端の知識や人材、設備を揃えておりこれまでも多くの企業との共同研究を行ってまいりました。このアライアンス事業が日本再生の切り札となるよう QST とともに産業界にさまざまなイノベーションを起こしませんか。多数の企業様の参加をお待ちしております。